ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回はご結婚を発表されました平成ジャンプの有岡大貴さんと松岡茉優さんについて占っていきたいと思います。10ヶ月前に結婚するんじゃないかなという占いの結果は出ておりました。お二人は、お互いにどう思っているのか占っていきたいと思います。有岡さんですね。怪我をしてて、食いにくくなってます。ごめんなさい。カードが滑りにくいですね。ごめんなさい。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。有岡大貴さんと松岡茉優さん、ご結婚おめでとうございます。お互いの気持ちを占っていきたいと思います。有岡さんですね。取りコミュニケーション、話す、歌う、グローバー、幸せ、幸運、幸福、ラッキー、太陽、明るい、仕事の成功です。松岡さんといると、幸せに感じて、おられるし、お話も合うのかなと思います。真ん中に蛇があります。蛇は女性らしい方という意味があります。で、隣に大釜、危険、不具合、アクシデント、事故なんですけど、結構厳しいアドバイスもされる方なのかなと思います。大釜です。こちらの手紙、メールのやりとりなんかもされてるのかなと思います。情報共有ですね。基礎基盤の大成長。
本学び知識。俳優として。俳優として土台があり、尊敬してらっしゃるのかなと思います。で、こちらの船が、海冒険、新しい船出です。結婚して幸せに感じてらっしゃいます。太陽、幸せ、楽しい。松岡真由さんを見ていきます。こちらに、有岡さんがおられますよね。有岡さんは、隣に太陽があります。明るい方なのかなと思います。で、月、名や夢、ロマン、人気、人気者です。で、ファンがいっぱいついてます。羊飼い。羊がいます。ファンの方ですね。こちらの、怒り。これはビジネスカードです。安定、安心、固定、努力、忍耐です。お仕事で成功されております。有岡さんは、こちらの、棺、不運、不満、病気、終わる。こちらの、クロス。精神的苦痛、宿命、運命。こちらの、銅。公共施設です。前の事務所が、ヘビ、トラブル、嫉妬、罠、トラブルがありましたよね。で、終わってしまいました。で、新しい事務所になりましたよね。こちらの、星、幸運、希望、チャンス、夢。スターですよね、有岡さんは。結婚によって、お仕事に影響が出るということを心配してらっしゃいます。事務所、トラブルもありましたし、結婚によって、女性不安が減るということがすごく心配なのかなと思います。女性です。松岡さんは、有岡さんの事務所の問題とお仕事の心配をされております。有岡大樹さんと松岡真由さんの今後について占っていきたいと思います。
ひおかだいきさんと松岡まゆさんの今後について占っていきたいと思います。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果、結論で見ていきます。過去、指輪、契約、結婚、家、家族、ファミリー、安定、コウノトリ、引っ越し、移動、変化ですね。同棲してたみたいですよね、長い間同棲期間があったと思います。で、変化がありました。ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛、クロス、精神的苦痛、宿命、運命、運命の愛、基礎、基盤、土台、成長、お互いに成長してきた。気は縁があるという意味があります。縁があって結婚しました。現在です。より平和、愛、満足、穏やかな。本、知識、学び、契約。蛇、女性。嫉妬、罠。松岡さんとしてみたら、結婚して穏やかな生活とも取れますし、有岡さんが、事務所とトラブルみたいなのさっき出てましたので、もしかしたら事務所との契約のトラブルなのかなと思います。山、高いハードル。山は登るのに時間かかりますよね。花束、正体、満足、贈り物。ね、プロ、仕事、金銭。お二人とも芸歴が長いですよね。長い間、プロとして仕事をやってきた。周囲の環境を見てみます。月、名誉、夢、ロマン、人気者ですよね。魚、富、豊か、ビジネスカードです。仕事の成功。手紙、伝える情報。メールです。皆さんから祝福をされております。祝福のメールが届いております。未来を見ていきます。鍵、問題を解く鍵、セキュリティ、解決。雲、不安定、ガス、混乱。星、幸運、希望、チャンス、夢。スターですよね、お二人。未来のお仕事に対する不安。不安定、ガス、困難。すごい不安を抱えていらっしゃいます。結果、結論を見ていきます。ガーデン、これ芸能界で。女性ですよね。松岡さんと一緒に海冒険新しい船出です。結婚をして一緒にやっていくと決められましたよね。松岡さんのカードが強く出てますので、女性上位のご夫婦だと思います。事務所の問題などいろいろあるのかなと思います。お二人の絆はあるみたいですね。新しい船出で運命の人、縁があったと思われているので、これからも仲良く
幸せな結婚生活を送られると思います。今後ともお幸せに、ご結婚おめでとうございます。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。